どうも、セリカです。今日はバタフライの動画を見ながら、私が以前出した動画を踏まえてバタフライの解説をしていこうと思います。基本的に今日はキックと姿勢をメインにお話ししていきます。まずは通常スピードでご覧ください。皆さん、今までの私のバタフライの動画解説見ていただけてますでしょうか？まだ見てないよって方は概要欄にぜひ重要な動画貼ってあるので、まずはそこから見て今日の動画を見てください。昨日私はドルフィンキックの極意ということで解説いたしました。まずはその部分を意識しながら見ていきましょう。キックはどこから打たれていますでしょうか？ご自身の頭でしっかり考えながら見てみてください。昨日の動画そのまま姿勢に反映されてますね。第2キックだろうと第1キックだろうと、キックが打たれている場所は溝落ちからです。それが手を回していても変わりはないです。そして以前出した私の動画、第2キックで膝が曲がってしまうという方、なぜ曲がってしまうのかしっかり勉強された方は分かってくると思います。もう一度超スローでご覧ください。さあ、第2キックで膝が曲がってしまう原因分かりますでしょうか？昨日の動画とも共通しています。答えはキックを打とうとしているからです。昨日ご紹介したドルフィンキックでは、私はキックは溝落ちから打ちましょうとお話ししました。それができていないと、膝下キックだったり足の付け根から思いっきりキックを打ってしまう、そのようなキックになってしまうと、なかなか体幹からしなやかなキックにはならないので、第2キックで膝が曲がってしまう方も同様に、溝落ちからキックを打ってみてください。そして最後、リカバリー終わった後、手が入水された時、今ですね、ここで頭を入れる理由、なんと今までの私の動画しっかり勉強していると共通点があります。なぜ頭を入れるのか、次はスローでご覧ください。先ほどからもう何度も私は溝落ちに力を入れて打ってくださいと言っています。頭を入れる理由も溝落ちに力を入れるためです。もちろんそれ以外の理由ありますが、理由の一つとして頭をしっかり中に入れる、そして猫背の姿勢になった方が溝落ちにはぐっと力が入りやすいです。最後に通常スピードでご覧ください。ということで、今までの私の動画を踏まえて言いたいことは、全て溝落ちを中心に泳いでいるということです。
ぜひこれで意識を持ちながら皆さんも泳いでみてください。ということでバタフライの動画解説は以上になります。質問などはコメント欄に書いてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。